まずこちら、原子炉圧力容器、原子炉格納容器の計測機器の状況についてというパワーポイントの資料になります。こちらは先週の土曜日に私ども原子炉注水システムの現状についてということでご紹介させていただいておりますけれども、今後原子炉の冷温停止に向けまして、そういった冷温停止を実現するための手段のお話と、もう一つは今回ご説明しますどうやって冷温停止を確認するのかというような計測器の状況についても改めて本日まとめましたのでご報告させていただきます。はじめにというところに書いてございますけれども、冷温停止の判断をするための材料となります、原子炉の圧力容器や原子炉格納容器の計測機器、主に水位、圧力、温度をどうやって測っていて、そういった景気は今どういう状況なのかというところを改めて、皆様に、ご紹介できればというふうに思っております。本日はこういった計測器の状況についてお話しさせていただきますけれども、実測されているデータにつきましては、これまでと同様、ホームページのプラント関連パラメータというところに、掲載させていただいております。それではまず全体の状況といたしまして、下のスライド2番をご覧ください。原子炉圧力容器、原子炉格納容器の計測機器の状況についてということで、縦軸に各計器のナンバーということで、上から原子炉水位、原子炉圧力、圧力容器の温度、格納容器の圧力、それから原子炉格納容器の水位といったものを並べて、横軸には1号機、2号機、3号機ということで、現在の状況をプラント別に総括させていただいております。主に緑もしくは薄緑のところに関しましては、ほぼ景気としては構成が終わったか、もしくは正常な値を示しているだろうというふうに推定しているものでありまして、黄色のところが計測器は健全と思われますけれども、まだ正確には測定できていないという機器、それからピンクのところが今後新たに計測方法について検討しているというような状況をまとめたものでございます。黄色のところは2号機、3号機の原子炉水位、それから原子炉の3号機の原子炉圧力に関しましては、今後測定を進めていきたいというふうに思っておりますし、2号機、3号機の格納容器の水位に関しましては、少し方法を今検討している段階でございます。まずそれでは、原子炉の水位のところからご紹介させていただきます。次のページ、スライドの3をご覧ください。これまでも何回かご報告させていただいておりますが、原子炉の水位はこの図に示しますとおり、凝縮層基準面器に水がきちんと張られることによりまして、ここを基準といたしまして水位を測定しております。水位が変化いたしますと、この水位計で記載されておりますエッジ側と書いてあります圧力が変化します。で、この変化の具合と基準水筒と申します L 側の水筒が一定でございますので、その差圧を水位に換算するというような方法で水位を測っております。従いまして、この基準面器というところに水がきちんとございませんと、基準水筒すなわち水圧が正しく測れておりませんので、正しい水位が測れないというような状況でございます。次のスライドをお願いします。各号機の状況でございますが、現在1号機に関しましては、5月11日に原子炉水位計の構成が終わりまして、ここの水位計の L 側と申します基準面器に水が張られております。現在原子炉の水位に関しましては、ダウンスケール中ということで、1号機の原子炉の水位は、炉心指示板よりさらに5メートル以上下であろうというふうに推定いたしております。現在、約4立方メートルパワーで水を注入しておりますけれども、圧力容器の損傷しているところを通って、水が抜けているのではないかというふうに判断いたしております。その右側に2号機と3号機の状況を記載させていただいております。まだ2号機に関しましては、一度構成作業を行いましたけれども、L 側に張った基準面器側の水が蒸発するということがございまして、まだ正しくこの面器
基準面積に水が張れておりません。従いまして、現在、水位計としては不完全な状況ということで考えております。また、3号機に関しましては、こういった構成作業が依然できておりませんので、引き続き、作業計画をきちんと立てて、基準面積の水張りを行いたいと思っております。なお、この測定結果で、L 側のところは分岐することによりまして、原子炉の圧力を測定できるというような方策になります。次のページをお願いします。続きまして5番目のページが圧力容器、格納容器の温度を測っている仕組みです。原子炉圧力容器、それから格納容器の温度に関しましては、熱伝追という仕組みで、温度を測っております。例と申します、図示させていただいておりますけれども、例えば金属 A ということで銅、それから金属 B というところでコンスタンタンという合金を、溶接しているところに、温度変化が現れますと、この低温の部分が、のところで電圧差が出ます。その電圧差を熱と温度として変換して表示するというようなものでございまして、下側に写真がございますが、この左側の棒の先にですね、この熱伝追そのものが封入されているという状況でございます。温度検出器に関しましては、これまでオーバースケール、上の方に振り切っているものですとか、ダウンスケール、下の方に振り切っているものというようなものがございますけれども、基本的にはその他の計器に関しましては、故障しているモードが、いわゆる断線ですとか、地落、短落、混色等に限られておりますので、現在測られているデータに関しましては、ある程度の信頼性があるのではないかというふうに思っております。一つ一つの温度計の検出器の精度が、いわゆる構成範囲内にあるかというところまではまだ分かりませんけれども、全体の傾向を見ている限り、こういった温度の推定というのは、ほぼ確からしいのではないかというふうに思っております。また、原子炉の注水量を最近上下させておりますけれども、その際に温度変化として現れておりますので、こういった面から見ても、温度計の健全性はある程度確保できているというふうに考えております。続きまして6ページになります。こちらは格納容器の圧力でございます。圧力に関しましては、現在窒素ガスを封入しておりますので、そちらの方の圧力計を用いて、現在圧力の方を推定いたしております。1号機に関しましては、5月11日に景気構成を行った際に、ドライウェルの圧力計も構成が終わりましたので、こちらに関しましては正確に構成できて、測定できているというふうに思っております。また、2号機、3号機に関しましては、いわゆるドライウェルの圧力計本体は構成できておりませんけれども、窒素ガスを封入しているラインの仮設の圧力計、仮設 PI というふうに書いてございます。とものと、現在ドライウェル圧力計中央制御室で指示しているものの、比較をしておりますので、こういった2面から計器が健全であるというふうに考えております。従いまして、格納容器の圧力に関しましても、測定可能というふうに判断いたしております。続きまして、最後のページの上側7ページになりますが、格納容器の水位でございます。私どももこれまで格納容器に水が漏れているということで、格納容器の中にどれぐらい水が溜まっているのかということにつきましては、なんとかして計測しようということで、現在まで検討を進めているというものでございます。1号機と2号機、3号機に関しましては、少し測定の原理を違いますので、少し説明させていただければと思いますが、左側1号機に関しましては、現在2箇所の圧力が測定できる状況になっております。まず上側の方が中央制御室で見られているドライウェルの圧力、もう一つは N2 封入装置圧力ということで、窒素ガスの封入圧力計でございます。この絵に書いてございますとおり、N2 封入装置の圧力計の取り出し点よりも、格納容器内の水位が上にございますと、その水筒圧が、この圧力計にかかるというふうに考えておりまして、このドライウェルの圧力と N2 封入圧力の差を取りますと、原理的にドライウェル内の水位が測定できるのではないかというふうに考えております。
また2号機3号機に関しましてはこちらも同じような原理でございますが、一つは N2 の封入装置の圧力が赤いライン、それからもう一つはサプレッションプール、サプレッションチェンバーのを水源としております残留熱除去系の突出圧力計というものがございます。そこの圧力は基本的に今ポンプが動いておりませんので、サプレッションチェンバーの水筒圧を示すだろうというふうに考えております。したがいましてこちらも N2 封入装置の圧力と残留熱除去系のポンプの突出圧力の引き算をができるようになれば、格納容器の圧力が水位が推定できるのではないかというふうに考えております。こういった両面、1号、2号、3号とも少しずつ方法は違いますけれども、格納容器内の水位を、理論上推移、算定できる方法を現在考えておりまして、引き続きチャレンジしていきたいというふうに思っております。格納容器の内側には圧力容器から漏れ出た損傷燃料があるというふうに思っておりますので、こういった水位が確認できることで圧力容器の外側にこぼれた燃料も含めて冷却ができているかどうかという判断ができるというふうに思っております。最後になりますが、まとめと今後の方針でございます。現在のところ一部監視不可能な契機がございますけれども、全体的といたしましてはプラント関連パラメーターとして有効なデータが得られているというふうに考えておりますので、今後これらのデータを総合的に判断いたしまして、将来の冷温停止に向けて引き続きデータを測定評価していきたいというふうに思っております。なお1号機、あ、2号機、3号機の原子炉水位ですとか、3号機の原子炉圧力に関しましては、今のところ時期は未定でございますけれども、炉心の圧力容器の冷却が進んでまいりますと、機能を回復できるのではないかというふうに考えております。また、最後になりますが、原子炉格納容器の水位につきましては、格納容器内の状況を推定する上で、有益な情報であるというふうに思っておりますので、採取可能な状況にすべく準備を進めているという状況でございます。以上、原子炉の圧力容器、それから格納容器の計測機器の状況につきましてご説明させていただきました。